フェルナンデスは今日ヒット1本が緩い球、それからフォアボールを選んで3打席2度出塁しております。今日ですね、はい、フェルナンデスがそのすごくこう悔しんだ三振ありましたよね、4回にね、はいはい、あれ高めのスライダーの抜けなんですよ、ええ、で今薮田投手がまだ1球もストライク入ってないですよね、はい、でストライクを欲しがって高めに抜けるとすごく怖いんですよ。なるほど、ちょっと初球注目です。ノーアウト1塁、ストレート、打球左中間、岡田の守備範囲、ロッテの左中間右中間が岡田がいる限りなかなか抜けません。ライナー性の打球でしまったと思ったでしょう、ファンの皆様も私もそう思いました、ね、はい、こちらから見てもねちょっと危ないなと思いましたけどね、やっぱすごいね、岡田選手はすごいですね、はい、まだまだ余力ありますもんね、はいはいはい、救われた薮田、ワンアウトです。